600名が収容可能な大ホールや、馬蹄形の講義室など、大中小様々な形態の教室に加え、学部別に設置されている実験室や実習室、演習室などが科目に合わせて使用されています。さらに、ディスカッションやプレゼンテーション、グループワークなど、アクティブラーニングの拠点となる教室もいち早く設置し、積極的に活用されています。